こんにちは、みずきです。今日は私のナチュラルメイクを紹介していきたいと思います。キャバクラをやっていてすごい化粧濃くなったんですけど、もともとすっごいナチュラルメイクが好きで、化粧もなんかいかに薄くナチュラルに見せつつなんか可愛く見せられるかみたいな、薄くて可愛く見せたらなんか元が良さそうに見えるから、なんかいかに元がよくごまかすかみたいなことを考えてお化粧してたので、今日はその時のことを思い出して可愛いナチュラルメイクをやっていきたいと思います。今パルコンが入っているんですけど、ラルムのメルティシリーズのクリアマカロンっていうカラーです。パルコンのサイズがね 13.6mm とかで結構大きいんだけど、縁がなくて自然にボケるので大きいって感じはしないと思います。で、一時期ナチュラルメイクしてた時は 13.2mm とかのアーティラルっていうシリーズのナチュラルブラインとか使ってました。で、まず下地ですね。こちらジルスチュアートの下地です。ジルスチュアートイルミネーティングセラムプライマー02番、これが美容液ぐらいすごい軽くて紫なので肌の透明感を出す時とかにすごいぴったりです。塗ってて重たくないので肌のトーン明るくしたい時とか内側から発光しているように見せたい時はこれを使ってます。で、今日はちょっと肌の調子が悪くて塗ってきてしまいました、すみませんでしたなので塗った状態でやっていきます。コンシーラーがもうこれもずっと3年4年ぐらい使っているザ・セムの CP チップコンシーラー、カラーがナチュラルベージュ 1.5 です。これを気になるところにつけていきます。で、最近クマの部分塗らなくなったんですけど、よくクマとかこう小鼻のとことか口の口角のところをこうやって塗ってあげるとリップラインがはっきり見えておすすめです。今ちょっと直接塗っちゃったんですけど、ブラシとかに取ってあげるとなおいいと思います。最近なんか美容針を行ってるんですけど、たまに美容針って内出血するんですよ。で、今こう内出血がちょっとあるんですけど、内出血を隠すときにおすすめなのもついでに紹介しておきます。資生堂のスポッツカバーファンデーションってやつです。2種類あって柔らかいのと硬いのがあるんですけど、私は柔らかい S100 番っていうのを使ってます。柔らかい方でもテクスチャーが固めでトントンしても残ってくれるので、これに多分ね内出血があるんですけど隠したい時とかはおすすめです。あ、これ麻酔粉を溶かしたやつなんですけど、先っちょが細いのでなんかピンポイントでなしたい時とかは綿棒とかよりもなんか細いこういうのでいい気がします。プチ紹介でした。コンシーラーが終わったらファンデーションをやっていきます。ファンデーションもいろいろ使ってるんですけど、今日は透明感が出る軽めのファンデーションを塗っていきたいので、これ韓国の化粧品なんですけど、ドクターレシアダブルセラムバームファンデーションの21番かな。これも確か2種類あって明るい方を使ってます。パウダーファンデーションでもリキッドファンデーションでもなくてバーム状なんですけど、肌にのせるとすごい軽いんですよ。固形の美容液をねのせてるみたいな。夏でもいいし冬とかだと肌が乾燥しててもこうのせるときしっとりするので、こう冷え場にもいいんじゃないかなと思います。美容液をね塗ってるみたいな感覚になります。肌がなんか今敏感肌でピリピリするなと思ったときはライスフォーズの BB クリーム塗ったりとか、血色がないなと思ったらピンクの BB 塗ったりとか、結構バラバラに変えてます。毛はなるべく軽く見せるために透明感ある感じで、すごい薄付きでねしっとりした仕上がりです。このままポイントメイクに入ってもいいんですけど、ちょっとこうテカリを抑えたいのでいつも使ってるエレガンスのラプードルの4番使っていきたいと思います。4番はね一番透明感が上がる感じで、なんかツヤは残しつつ肌にベールをかけてくれる、軽くのせていきましょう。これでベースメイクが完了しました。今回全体的に透明感を引き出すベースメイクにしてみました。次ポイントメイクに入っていきたいと思います。ナチュラルメイクに見せるためのポイントって何個かあると思ってて、アイシャドウを濃い色を使いすぎない薄い色で仕上げるのと、陰影をはっきりさせてナチュラルメイクだけどあのボケない感じに仕上げていきたいと思います。アイシャドウはあんまりキラキラしたものを使わないでマットに仕上げた方がよりナチュラル感が引き立つと思います。あとね、いただき物でまだ使ってないやつなんですけど、ディオールのサンククルールクチュールアイシャドウ、カラーがね649番、リオールの中でもね上品な感じのカラーです。これのまずじゃあ明るい部分、この白い部分を手に取ってアイホール全体に入れていきたいと思います。ナチュラルメイクの時はあんまりくすんだカラーをのせない方がいいのかなと思います。なんか好みもあるんですけど、くすんだカラーのアイシャドウをのせると一気に化粧が濃く見えちゃうので、白みがあるっていうかくすんでいないカラーを使った方が
良さそうな感じがします。チップで乗せてもいいんですけど、チップだと結構色がしっかり塗ってしまうので、手で塗った方がいい意味での雑感というか軽く見せられる気がします。あと単純に早いから私はもうだって手で塗っちゃいます。次に真ん中のピンクの部分をアイホールの半分ぐらいの幅で乗せていきます。色のきついピンクを乗せてしまうと目が腫れぼったく見えちゃうんですけど、これぐらい薄いピンクだと女性らしさが増して、ナチュラルメイクの時とか上品な華やかさが出ていいんじゃないかなと思います。締め色を乗せていきたいんですけど、締め色は一番下のこの薄い方を使っていきたいと思います。今日乗せる時はチップで撮ります。ブラシで撮っても大丈夫です。ちなみにこのアイシャドウは同じお店のジャングルの女の子にお誕生日の時にもらいました。すごい可愛い。これなんかオフィスメイクの時とかすごい良さそう。あとなんかデートメイクでも良さそうな。今毛穴に塗りました。こんな感じです。気持ちいい。あの際のところなんですけど、横に広げて流してあげると、後でアイライン引いた時とかにこう長さが馴染んで大きくデカめ効果が狙えると思うので、気持ち長くしておきます。目尻のここにも暗い色をベースとしてこう乗せていきます。目尻がここ下がって目が大きく見えたりとか、垂れ目に見えて目が優しくなるので、どちらかというとこれで思い切り下げるんじゃなくてベースを作っていくようなイメージです。涙袋メイクに入ります。昔から使ってて、そうこの粉なんですけど、こちらです。マジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズアイシャドウの BE286 番っていうカラーです。これは一時期涙袋メイクでめちゃめちゃ流行って、韓国のモデルさんとか韓国女優さんとかよく使ってました。明るめのベージュを塗っていくと涙袋がぷっくりするので、これは涙袋にのせていきたいと思います。化粧品は結構ツイッターで情報収集することが多くて、ツイッターのなんだろう美容アカウントとか新しいお化粧品紹介してくれるアカウントとかをフォローしておくと、関連でいろんな人が出てきたりとか、いろんなツイートをこうリツイートで待ってくるので、特に意識してなんかめっちゃ見てるわけじゃないけど、隙間時間にちゃちゃって見れて新しいメイク法とか勉強になるのでおすすめです。塗り終わりました。綺麗に発色したと思います。次、涙袋を描いていきたいと思います。これももうずっと使ってますね。キートのダブルラインエキスパート LB1 番。涙袋は自分の涙袋に沿ってとか、大きく見せた時ちょっと下に落としてとか好きなように描いていいと思うんですけど、おすすめは平行に細く描くか、この最後を垂れさせて描くといいかな。平行に細く描いたらなんか上品な感じになって、目尻をこう下げて描いたら可愛らしいチワワアイになります。垂れさせ気味に描いてみようと思います。涙袋の線描くとそれだけで目が 1.5 倍とか2倍ぐらいに大きく見えるので、涙袋メイクしたことない方も超いいですよ。ブラシでぼかしていきます。ちなみにこの涙袋ライナーはお酒ですっごい目がむくんじゃった時とか、もうこんなになってる時とかは、二重のラインにこうやって沿って描いてあげると目が結構くっきり見えて、むくんでる時のね腫れぼったさがねちょっとね軽減したりするので、いろんな用途に合わせてこのアイライン引いてます。鹿の間ちゃんがやってたんですけど、涙袋のライナーで目尻のこの下のラインを横にピッピッて引いてあげると目の横幅拡張にもなるし、濃すぎないんだけど自然に陰影感ができたりとか横幅拡大になったりするので、なんか今まではアイシャドウでやってたけど、こっちのリキッドのアイライナーの方が消えないからね、細く描けるからね、最近これやってます。急に涙袋がめっちゃでかくなりました。もうマジアイライナー様様ありがとう。アイライナーこれが終わったら普通のアイライナー塗っていきたいと思います。高校生の頃から大愛用しているディアップのシリキリキッドアイライナーブラウンブラックです。ブラウンだと私の肌だと結構明るすぎてあんまり発色しなかったのと、色素薄いメイクとかだといいと思うんですけど、黒だとね逆に強すぎてね、ブラウンブラックを使ってます。ナチュラルメイクの時にアイライナーを細く描いてほしいんですけど、細く長く描いてあげると目がパッチリ見えるけど濃すぎないナチュラルのメイクになると思うのでおすすめです。ナチュラルメイクの時は目尻側だけ描いてあげたりするといい。こっちまで描いちゃうと
急に目がパッと濃く見えちゃうので、目尻3分の1くらい綿棒がない事件があったので、またこのこれ使ってちょっとティッシュ巻いて綿棒にしたいと思います。全然用途関係ないところでめちゃめちゃこいつが登場しちゃってる。今目尻3分の1を描いてみたんですけど、こっちとこっちだと結構目のサイズ違くないですか。でいつも私はこうやって引いた後にインラインを目頭からこうやって描いていくんですけど、今日はちょっと薄く見せたいので目尻だけ描いていきたいと思います。右側太く描きすぎちゃったのでもうちょっと細くしていきますね。太くて短いよりは細くて長い方がナチュラルに見えます。アイライン引き終わりました。黒目の外側ぐらい、黒目外側ちょっと先かぐらいからアイラインを引いてます。次マスカラ塗ります。上マスカラはマツエクで結構ついちゃってるんですけど、マツエクじゃない方はマスカラ塗ってあげてください。根元からしっかり上げてあげるとまつげが影にならずにパッて明るくなるので目に光が入りやすくなります。目に光が入るとすごい目がキラキラして見えるからね、より透明感とかね、女の子の可愛らしさが出ておすすめです。私はマツエクなのでマツエク溶かして透明のマスカラで整えていきたいと思います。根元がねかぶっちゃうとね目がねかげっちゃうので、かげらないようにホットビューラー傷んじゃうけどすっごいキュッて上がるので、ホットビューラーもたまにこう使ってあげると良さそうな気がします。で下のマスカラはナチュラルメイクの時はあんまり塗りすぎると目の下塗るとすごく濃く見えちゃうんですよ。さっきもぷっくりさせてあげたので目尻とか真ん中とか塗るぐらいでいいと思います。目を丸く見せたい人は真ん中に塗って、垂れさせたい方は目尻塗ってあげるとなおいいと思います。私はどっちの効果も欲しいので真ん中と端とどっちも塗っていきたいと思います。ロングマスカラで太く見せるよりは細く長く見せてあげた方がいいと思います。マスカラ塗り終わりました。これで目のメイクは終わりです。次は眉毛やっていこうかな。眉マスカラいきます。私はアートメイクで眉毛結構整えてしまってるので、眉マスカラで明るくするだけにします。眉マスカラこれです。キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03アッシュブラウンです。いろいろね前マスカラ試したけどね、キスミが一番ねいいと思うんだよね。ペタってつかなくてね軽く仕上がる、一番ね自然に仕上がる感じがします。ナチュラルメイクだと結構平行気味な眉毛にした方が自然な感じがすると思います。特に今のハイライトだからっていうのもあるんですけど、角をこうクッて立てすぎちゃうとね顔が強くなっちゃうので、優しめに見せるために平行気味に描いてあげるといいと思います。ここからナチュラルなんだけど骨格はっきり見せるために骨格シャドウを入れていきたいと思います。これがケイトのデザイニングアイブロウ、EX5 番ブラウン系のカラーです。カラーはどちらでも構いません。一番明るいところと茶色のところの2種類こう混ぜて取ってあげて、私は例えばじゃあここを短く見せたいので鼻下に入れてあげたりとか、口の下に入れてあげてこうリップを際立たせたりとか、たまに鼻筋入れたい方は鼻筋をちょっちょって入れたりとか、むくんだ時の話なんですけど、目がむくんだ時に黒目のカラーを取って目尻側にシャシャって乗せてあげると二重ラインに入れてあげるとね彫りが深く見えて腫れぼたしさ解消されたりします。ハイライトはセザンヌのパールグローハイライトの01番です。デパコスに似てるって言ってすごい流行ったやつです。私はここの頬骨上のとこに逆三角形に軽く入れてあげたりとか、そしたらなんかこう明るさがパンって跳ねるので口の上にちょんちょんとのせてあげると立体感が出たりとか、鼻の高いところにトンって入れてあげて高く見せたいところとかね上にスーッと伸ばす、鼻のここの低いところを前に出てるように立体感出してあげるとか、顎先もか、そうすると透明感とあと立体感が増しました。ハイライトとかね結構やってあげるとねナチュラルメイクの時は特にねいいと思う。あれこの化粧水のにすごい顔がはっきりしててって思ってもらえる。あとキー感じのシェーディングですね、キャンメイクシェーディングカラーの05番です。なんかさっきみたいにこう部分的に骨格を作るんじゃなくてフェイスライン削ってあげたりとか、私ちょっと顎を短く見せたらね顎先に塗ってるんですけど、なんとなくこう鼻横を通してあげて立体感をね軽く出してあげたりとか、なんかノーズシャドウほど別に濃くないんですけどなんとなくで良さそう、立体感出てきたかなと思います。あとリップとチークですね、オペラのリップティント5番コーラルピンクです。これすごいね透明感とツヤ感があるタイプで塗ってもすっごい薄いんですよ。こんな感じで結構
薄付きな感じがしますね。縁をどんどんなじませてあげるとさらにこう自然な ぼかしができてナチュラルメイクの時はいいと思います。なんか私はイエベなのでコーラル系にしたんですけど、ブルーベースの方はもうちょっとなんか青みピンクとか違うカラーを使ってあげてもいいと思います。あとチークなんですけど、リップをそのままチークに使っちゃうことが多くて、さっきのカラーを手に取ってトントンってのせてチークにしちゃいたいと思います。色の統一感が出てね、メイクの仕上がりがよく見えたりするのでこうやっちゃいます。手に取って薄いところにトントントンってのせてなじませる。パウダーでブラシに塗っていただいてももちろん構いません。オペラのリップティント本当に透明感がすごくあって、チークとしてのしてもね、自然な発色感が出るんですよね。内側からジュワッとしたチークになるので、オペラのリップティントをチークにするのは私的にはだいぶありな気がする。私は急進顔なのでこっちまでチーク入れちゃうと結構あの顔がキュッて集まってきちゃうので、あえてちょっと真ん中レフを外して頬骨の高いとこから外側あたりにチークを伸ばしてます。でもなんか皆さん そのお顔の形で変えて良さそうです。あとあんま高いとこに入れてない、頬骨高いとこ怖としたら私 こっちの方に入れてます。自然なジュワッと感が出ませんか。なんかマット系リップよりも軽いリップの方が質感が出るので、こういうリップをチークにするのはおすすめです。あと私の好みなんですけど、リップをグラデーションにすると口がすごい可愛く見える気がして、内側を濃くするのをもう何年もやってます。でちょっとやっていきたいと思います。内側に塗るのはこちら、ケイトのリップモンスターです。01番の欲望の塊っていう色なんですけど、色味を見るとねピュアレッドみたいなねカラーなんです。軽めな感じですね。これを唇の内側にのせたいと思います。グラデーションにするとねリップのね立体感が出てね可愛くブルンって見えます。これで私のナチュラルメイクが完成しました。結構しっかりいろいろやったんですけど、あんまりその濃くないんじゃないかなと思います。ラメを使ったりすると塗ってる感が出ちゃうので、キャバクラの時はすっごいラメラメにするんですけど、ナチュラルメイクの時はあえてラメを使わないメイクにしています。ナチュラルメイクのポイントは基本的に薄いカラーを使うのと、陰影をはっきりさせて立体感を出してあげてぼかさない。あと私的にはね、結構目がバッチリ見せたいので涙袋のメイクをすごいはっきりさせてるところがポイントです。もうちょっと薄く見せたいよっていう方はアイライナーをブラウン、ほんと薄いブラウンにしたり、コンタクトをちっちゃく見せたり、マツエクじゃなくてマスカラにするとさらに薄く見えるかな。マスカラも茶色にしてあげるとね、色素薄い子みたいになって可愛いと思います。以上私のナチュラルメイクでした。皆さんの参考になる部分があったらいいなと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。コメントいつも見てます。ありがとうございます。それでは次回の動画で、バイバイ。